2001年、広島東洋カープは山本浩二監督が率いる新しい時代の幕開けとなりました。元監督達川光雄の突然の辞任を受け、8年ぶりに監督復帰した山本浩二は、新戦力を積極的に起用し、攻撃と投手陣のテコ入れを図りました。しかし、開幕試合で尾形が負傷し、前田も怪我の影響で出場機会が減るなどの不遇が続きました。そんな中でも、黒田博樹がエースとしてチームを支え、高橋健や笹岡慎二らの投手陣が堅実な成績を収めました。最終的に68勝65敗7分けでシーズンを終え、A クラス入りは果たせなかったものの、5年ぶりの勝ち越しを記録しました。しかし、その後は再び低迷期に入り、次にシーズンを勝ち越すのは2014年まで待つことになります。